どうもいらっしゃいませ、プーマです。持っててよかった吉川光雄。はい、ということで今日のね動画なんですが、この選手吉川光雄さん使ってリアタイやっていこうと思います。はい、スピ解放シリーズ第1弾です。まあ、この前のグランドオープンでねスピ解放上限が上がりまして4100になってたと思うんですが、まあ、このシリーズもねスピ解放シリーズのリアタイをねやっていこうかなというところです。で、この吉川さんなんですが、西武純正やってる人なら知ってる人も多いと思うんですけど、西武純正だとかなり貴重な選手になります。まあ、覚醒だけでしか登場したことがなくてですね、まあ、この吉川さんが唯一の西武版吉川さんとなります。まあ、登場は2021シリーズ1の覚醒ですね。まあ、登場した時はスピ3600だったということもあって、今スピ4000まで上げてきました。で、スピ4100までね上げてもいいんですけど、まあ、純正の投手はスピ差300くらいまでならなんとかなってしまうかなというところなので、効率を考えてプラス400で止めています。次のスピ解放で4200まで上げられるので、まあ、今年のシリーズ2で4200まで上げる予定です。で、この吉川さんの性能を見ておきますと、表ステータスはね正直そんな強くないです。むしろステータス低いかな。まあ、制球とかね58なのでかなり絶望的に低いと思います。じゃあこの選手何が強いのかと言いますと、この球種ですね。西武純正では超貴重な左のツーシーム持ちの投手です。決して球種の球威は高くないですし、球種数もそんな多くはないんですけど、まあ、それぞれの球種が使い勝手いいというところもポイントなのかなと思います。スラーブ変化のパワーカーブに縦カーブ、これがかなり使い勝手いいんですよね。そして変化量1のフォークも地味に強い。全く投げないでいきなり投げると割と抑えられます。で、これでツーシーム持ちなので西武純正の中だと相当使いやすい方の投手かなと思ってます。で、適性が先発と中継ぎ両方ある点も素晴らしいかな。まあ、基本自分は先発で使っていますが、スピリーグ予選とかだとね中継ぎで使ってる人も結構見かけますね。こういうタイプの投手は西武少ないので、まあ、中継ぎでいきなり出てこられると打ちづらいのは確かにそう。ちなみに特殊能力なんですが、超綺麗に平らな荒れ玉となっています。自分は荒れ玉だけ上げてません。まあ、制球下がっちゃうんでね。ただね、もともと制球低いのでこれ上げてもいいんじゃないかっていう気も最近してるんですが、プロスピってね特殊能力を上げちゃうとレベル下げる機能がないので、なかなかね一歩を踏み出せないんですよね。正直特殊能力下げる機能を実装してほしいなと思ってます。ということで今日はこの吉川さん使ってねリアタイやっていこうと思います。ちなみに今年初リアタイです。それでは早速コンビ行きましょう。マジで初対戦です。60エナジーもらいました。ありがとうございます。で、ゴールド1からスタートですと。はい、そしたらよろしくお願いしまーす。来たねー。新シリーズ、初リアタイだー。あ、で、お相手さんが宮城さんなんですけど、レベルがちょっと低かったんで、まだ育成中っぽいんだよな。まあちょっとやっていきましょう。さあ、おー、かっこいい、このユニフォーム。まあ今シリーズもね、無事、ゴールドユニ買えるというところで、めちゃくちゃありがたいですね。で、宮城さんなんだけど、これ、わかんねえな。球種があまりわからん。スラーブ変化のスライダーがあるんだよね、確か。あ、ミスった。下手くそ。はい、ということで切り替えていきましょう。いやー、でもほんとね、今年もグランドオープンしてようやくなんか新シーズンが明けたというか、そういう感じがしますね。楽しい。そういえばライオンズね、今日勝ちましたね。おめでとうございます。てか平さんさ、やばすぎん？マジで。本当に平さんピッチングエグすぎたよね。7回1失点って、ハイクオリティスタートって意味がわからん。マジで強すぎる。いや、あのね、平さんやっぱりこれ山本由伸ルート乗ったと思うんだよな、個人的には。どうなんだろうね。いやー、これ平さんめちゃくちゃね楽しみですね、今シリーズの成績が。そしてねー、青山さんの初セーブですよ、プロ。めちゃくちゃ嬉しい。いやー、もうセーブファンとしては最高ですね、もう今日は。いや、鈴木翔平さんがね決勝点打ったっていうのもすごく良かったですよね。めちゃくちゃ嬉しい。いや、鈴木翔平さんマジで期待してるんで嬉しいね。いやー、打っちゃったよ。あ、GG 強っ。このシリーズは、愛斗さんもすごく調子良さそうだし、いや、本当にね、若手の外野手期待してますね。いや、今年こそ外野の穴を埋めてくれと、本当にそんな気持ちでいる。OK。あ、まあ、ここでコールドできないのがヌーマなんだよな。さあ、では、吉川さん使っていきましょう。でね、ちょっと今日ね、あ、殿崎さんとかね、田淵さんを使ってないです。はい。ちょっとスピ解放をしてまして、はい。またちょっと動画出すんですけど、ちょっとまだね、育成中なので、出せてませんよと、そんな感じです。さあ、では行きましょう。で、吉川さん、僕はね、こういうスラーブをよく使いますね、やっぱり。こう、やっぱり、パワーカーブなんだけど、まあ、スラーブをよく使った配球をします。引っ張り警戒してたら抜かれました。っていうかこれさ、森さんだから走られる説ない？大丈夫？怖えんだけど。さあ、じゃあ一回ちょっとツーシーム入れてこう。まあでもやっぱ吉川さん、このねツーシームがあるっていうのが魅力だよね。いやもうね、安定すぎるんだよな、森友哉走られすぎ問題。まあこれ1点取られてもしゃあねえな。いやこの吉川さんね、この縦カーブもあるのがやっぱ強いところなのかなって気はする。ああ、打たれた。マジ？え、うそ。
マジかよ。勘弁してよ。どうせまた走るんでしょ。もういいよ。走るだけ走れ。走るだけ走れよ、もう。はい。まあ僕の配球も悪かったですね。はい。守備シフトの敷き方も良くなかった。はい。何はい。ここでツーシームで引っ掛けてくれないかな。はい、オッケー。やげっつー、アメリカ。まあ、いいでしょう。なんとか抑えておきたいところだね。まあちょっと1点取られたのがマジで笑えるんだけど。さあ、オッケー。いいね。吉川さんはね、この、やっぱスライブの使い方なのかなと思いますね。こう、内角高めに投げることも僕はあるんですけど、こういう球を割とよく使っていく感じですね。まあこういうのを使っていきたい。そう、いい感じで、こうツーシーム投げてみたりとかっていう感じですね。まあただ、キワキワを狙えないんだよ。そう、これだよ。あのね、マジでコントロール悪すぎ。ということで、頭に絶対ないであろうフォーク投げます。はい、オッケー。決まりました。見逃し三振です。このフォークね、結構強い人でも見逃すんですよ、これ。いや、マジでこれ強い。この外角低めのフォークはマジで強いっす。変化量1だからやっぱ頭になくて打てないっぽいんだよね、どうも。いや、マジで強い、これ。はい、オッケー。と、低弾道でも打ちやすい源田さんっていうね。で、今日森さんがいます。はい、森さんいつも使わないんですけどね。ちょっと田淵さん、スピ解放中に使えないんで。あー、ミスった。さあ、秋山さん来たぞ。秋山打つぞ。そういえばさ、吉川さんなんですけど、まあ、スピ解放ね、今回して、まあ、素材あったから良かったんですけど、もうね、A ランクがないっすね。無事 A ランクが0枚になりました。なので、OB で頼むから吉川光雄、日ハムで来てくれっていう感じがしてます。いや、吉川さんね、日ハムで来てくれれば、A ランクなんか、してスピ解放要員確保しちゃうんで、ちょっとね、A ランク出てほしいなと思ってますね、やっぱり。ちょっと A ランクがマジで足りないんで、本当に狙い撃ち引くんで頼みます、コナミさん。あー、ミスった。そういえば、スピ解放の今日動画出してますけど、多分ね、しばらくリアタイ動画はスピ解放シリーズやるかもしれん。ちょっとね、新しい選手もそんなに獲得できてなくて、今、鈴木翔平さんしかゲットできてない状況なんで。そうですね。まあ、ちょっとスピ解放シリーズはしばらくやる可能性がちょっと高いですね。ちなみに新選手の話なんですけど、今個人的にめちゃくちゃ欲しい選手が一人いて、本田圭佑さんめちゃくちゃ欲しいんですよね。ご存知の方もいると思うんですけど、斜めフォークついたんで、ちょっとね、使い勝手いいかなと思ってて、サークルチェンジも変化量5になったし、多分ね、純正リア対なら参る気がしている。あー、ダメだ。いや、マジか、点取れんか。いや、もうしっかり抑えていこう。もうこれは抑えて勝つしかね。とりあえず、守備シフト変なことすると打たれることが分かったんで、ちょっと余計なことはしないようにしましょう。で、まあ、ここのね、スラーブとかをよく使いますね。はい、オッケー。あとね、吉川さんね、スラーブとか、縦カーブとか、まあ、カウント取りやすい球あるんですけど、気になってんのが、カットボールとかスライダーが欲しかったなというのがありますね。多分カットとかスライダーあったらもうちょい強かったのかなーって気がしてます。カウント取る球がないんでね、いやー、入らんか。投げるの球が困った時に、スライダーとかカットが欲しいんですよね。はい、オッケー、いいね。狙い通り。まあ、こういうね、縦カーブを狙い通りショートに転がさせるっていうのが、まあ、吉川さんよくやるパターンですね。まあ、高めもね、ちょっと投げたりはよくするんですけど、まあ、やっぱりこの吉川さんはね、スラーブの使い方が結構肝なのかなって気はしてますね。まあ、やっぱり強いとは思うんだけどね。まあ、ただやっぱり猛者とかになると、打率5割超えとかになると、打たれる、普通に。まあ、それはしょうがないんだけどね。で、そう、こういう 3-1 の時とかにカットボールが欲しいんだよ。 OK、 いいね。そうなんですよね。こういう今みたいな 3-1 の場面で、まあ、カットボールとかあるとありがたいなっていう感じがやっぱりするんですよね。まあ、とはいえ全然強いんですけどね、やっぱり。はい、オッケー。あー、ダメか。あとは 2CM をうまく散らばしていくっていう感じかな。まあ、配球はね、いろいろあると思うんですけど、まあ、自分は割とこれで今、使ってるって感じですね。さあ、どこ投げよっかな。高め 2CM とか、どうでしょう。あー、ベスピが出ない、ね、まずい。いやー、まあ、そうなるよね。あ、ベスピが出ない。もう吉川安定すぎる。いやー、カットされていく。吉川さんな、ここの制球がね、ちょっとネックなんだよね。どうしても。さあ、ベスピ出る。これで抑えたい。よし、取れ。オッケー、あざした。